史に残るゲームになったんですね。春から多分1点も取られてないんですよ。スピードがないって言われてるでもこの試合23個三振取ってるんですよね。江川卓の高され。今回は内野のシフトについてです。内野のシフト、はい、守り方ですね。守り方、はい、はい、で先日夏の甲子園が行われまして、はい、はい、でその中で、3回戦に島根県の大社 と、西東京の双日の試合がありまして、はい、でこの試合の中で、うん、同点で迎えた9回裏に大社が、うん、ワンアウト2、3塁とサヨナラのチャンスを掴んで、はい、まあ、その時に、双日が、スクイーズ阻止の奇策に奇策を打ったんですけども、レフトを守ってた選手が、内野手、サードの前ですね。はい、あ、そうです、そうです。違ったっけ。あ、そうです、はいはい、レフトを守ってた選手が内野手に交代して、そのレフトに入った選手がピッチャーと三塁の、間に、あ、最初に内野手と交代したんですか。はい、守備変更したのか。守備変更、はい、内野手5人のシフトで、センターが定位置よりもレフトより、うん、ライトがセンターと外野が2人になったってことですね、はいはい、その変わった選手のところへ打球が落ちて、うん、一塁をアウトにして、その後に、ホームに転送してダブルプレーが成立した、うんうんうん、でサヨナラのピンチをしないだというシーンがあったんですけども、見てました、はいはい、まあ、まずこういう内野手5人にするシフトっていうところについては、ですね、はい、びっくりしなかったのは、昔なんか見たことがある、うん、どこで見たかが定かではないですけど、そういうシフトがやったことがあるんじゃないかと思われているので、それを見たことがあるんで、あ、これかっていう、今の方は見たことがないと思います、びっくりしたと思いますけど、それはなんかあれスクイーズ阻止ですよね。サード前にスクイーズされるのをた時にその選手がホームに放るっていうんで、スクイーズをできなくするっていうシフトですよね、確かだと思いましたんで、あ、これかっていうことでバッターはヒッティング出たんですよね。そしたらインハイのボールを打ったらさ、そこに転がったんですよね、またね。でファースト投げたら、ファーストがうまくサードランナーがこうホームを走ったんで投げた後になったっていう、素晴らしい、だから歴史に残るゲームになったんですね、うん、こういうケースの場合って、まあ、投げるピッチャーも三塁側にまあ打たせたいからはそのシフトを引いてるじゃないですか。その辺を意識した投球にっていうのはなる、あの場面では多分一番の手腕はスクイーズをさせないっていう、スクイーズという相手チームに作戦を取らせないっていうのが多分一番の目的で、あそこに飛んだのは偶然だと思いますけどね。行ったボールはインハイに行ったんで、インハイのボールをバッターの方が何とか外野か中に打とうとしたやつがちょっと打ち損ねて、サードゴロっていうか、そのサードの前ですね、ピッチャー横のゴロになったので、あれがハマったんですけど、転がったとこは多分偶然だと思うんで、方策としてはスクイーズ阻止で、スクイーズさせないで、まあ、バッターを打ち取ろうと思うところにそれが起きたってことだと思いますよね。でもまあいい案だと思いますけどね、高校野球では。プロだとちょっと難しいかな、プロのバッターがもう少し細工するでしょうから。こう高校野球だとバッターも初めてのことなんでしょうから、焦ったでしょうからね、なんとか打たなきゃと思って、ボールちょっと高いボールだったんですかね、打ったんで、ああいうことが起こったっていうことで、非常にでも面白かったですね、はい。まあ、このプレーについてこう話題として取り上げた理由なんですけど、はい、これは実は江川さんの経験があって。江川さん、はい、本当にというのも、まあ、こういう内野手5人シフトを敷かれる側として江川さんは経験をしていて。そう、はい、ちょっと待って、はい、どうぞ。夏の甲子園の1回戦の柳川商戦、うん、にまず、1対1の同点で、9回裏を、はい、柳川翔を迎え、ワンアウト満塁で、その時に、うん、センターの方が、ピッチャーとサードの間を守って、あったっけ。でまさに、菊池選手
の打球がそのセンターのところに飛んで、センターゴロで、ホームアウト。で、ゲッツになったの？ゲッツにはならずにホームアウトにしてツーアウトになる。で、その時にはまたセンターは定位置に戻る。で、バッターは江川さん。で、江川さんはレフトフライに倒れる。江川さんはレフトフライだったんですか？はい、いや、覚えてないな、それ。あ、そう。また、はい。これが9回で、はい、で、延長12回裏、またワンアウト。また満塁だったの？はい、はい、菊池選手が、ライト前ヒットで出塁して、江川さんは、バントがファールになったのでバスターに切り替えて、でセンター前ヒット打ったんですか？はい、はい、で亀岡選手が、送りバントでワンアウト2、3塁で橋本選手が歩かされて満塁、はあ、でまたセンターの選手がピッチャーの横に来て、鈴木選手がピッチャーゴロで、ファーストキャッチャー、サードの、ダブルプレーで延長14回裏にも、ワンアウト三塁。あ、そんなチャンスあったの？はい、まだ、はい、内野手5人のシフトを、敷かれたと。へえ、すみませんけどなんか延長15回やった記憶だけがあってそのチャンスを全然覚えてないです。そんなにチャンスあったの？はい、1点って何で取られてんだっけ柳川に、ですね、先に取って取られたのかな。その記憶もね、すごい柳川の記憶ってね、なんか延長15回だけ重く残ってるんですけど6回に先制されてます。先制されてるで7回に追いついてる。追いついてます。ああ、そうか。覚えてても良さそうなもんですよね、うん、あの6回取られてるのね。でもそれ全然1対1っていうの話題になってないんですよね。なんでこんなこと言うかっていうと、春から多分1点も取られてないんですよ、うん、多分ね、春終わってからなんか関東大会だかなんか分かんないけど、あ、まあ、負けてんのかどっかで、だから記憶にないのか。春の選抜終わって予選は取られてないからね、夏のね、ちょっと分かんないんですよ。だからすごいね、1点取られたのどうしてだけって全然記憶がないんですよ。1対1で延長なってんだよね。その1点が全然クローズアップされたことないんですよ、1回も。柳川が1点と僕が取った1点がどうして取られたんだっけって誰も一言もその今まで1回も出てない。なんだっけなと思って。146イニングぶりの失点。あ、そう、その1点が、柳川の1点が、はあ、じゃあ覚えててもいいよね、うん、この時江川はベースカバーを忘れてマウンドから呆然と中間方向を見つめていたベースカバーも忘れてて宇宙間見てた？三塁打が答えたのかじゃん。ね、宇宙間を深々と破る三塁を打たれて、やっぱりその失点がショックだったんですよ。そんなの見えんの、うん、2アウト2、3。いい、ランナー1塁だったのか、うん、あ、もう50年ぶりに50年ぶりってその時会って初めて見ましたよ。スピードがないって言われてるへー、今初めて見た初めて見ましたよ。ちなみにその内野5人のシフトについて柳川翔の監督によると、まずはスクイズ阻止の意図と、あとは目の前にいる選手のところに打球が飛びがち、あとは外野まで飛ばそうとバッターが力むので、まあ、そこの心理をついた作戦だったということなんですけ ど、あ、でもそういうことが起こるんでしょうね。高校野球の場合は起こるかもしれないですね。やっぱり一番でそのスクイズだから、スクイズができないっていうことになるとバッターもやっぱ焦るのかもね、うん、でも逆に言えば外野は2人しかいないんで、まあ、どこに打ってもっていうわけじゃないですけど、比較的外野まで打ってしまえばっていう、いやー、そういうけどスクイズできない方が強くないんじゃないですか、高校野球だから。うん、1点取ってスクイズが一番多いから高校野球はね。それをできないってことになるとバッターが焦るっていうのは分かりますね。うん、なるほど、そんな経験があったんだね。
50年前にね、多分、今よく聞いたら146イニング分に失点だから、びっくりした、3塁打打たれたのびっくりしたんだけどね、うん、あれ、今のもレフトもすぐ、レフトじゃない、センターもライトもすごい浅いもんね、ツーアウトだから、前守ってるから、まあ、抜けちゃって、でもいい当たりだもんな、あれ。でもスピードがないって言われたから多分そのスピードがなかったのかでもこの試合23個三振取ってるんですよね、15回だけど柳川の時ね、懐かしいね。でも、そんなことも昔あったんですね。でこの、内野5人シフトなんですけど、はい、まあ、メジャーではまあ度々やるんですか。はい、あって、メジャーのこのシフトの規定については二塁ベースを、内野手に関しての規定があって、うんうん、二塁ベースを挟んで左右に2人ずつ守る。もう一個が、外野の芝より内側で守るというこの2点の決まりだけなので、外野手に関しては特に規定がないので。あ、内野手はそこ守らなきゃいけない。内野手はそうです、まあ、サード、ショート、セカンド、バスト、まあ、セカンドベース、あ、内野を中心にして 2-2 で、はい、偏っちゃいけないわけですね、はい、3人守っちゃいけないってことね、はい、外野手はどこ守っていいんだ、はい、好きなところ守っていいってことですね、はいはい、なので、まあ、先日の、ドジャース対ジャイアンツ戦でも、ドジャースがこの内野5人シフトしたりとか、はい、まあ、外野1人でもいいわけだよね、まあ、1人3塁と1人持ってきて外野1人でもいいわけだよ ね、 あ、はい、そうですね、まあ、外野ぐらい飛んだらほとんど1点入っちゃうってことでしょうね、うん、そういう意味でしょうね、うん、でもメジャーって面白いね、スクイズやらないよね。そうです、ね、スクイズほとんどやらないのにそれを守りすると面白いね、はい、うんうん、でもあれはちょっと最近の人は見たことないでしょうからね、あの総実と対象のやつはね、面白かった、すごいゲームでしたもんね、タイブレーキもね、歴史的な試合になったから、あれみんな感動されてましたよ、見てね、本当すごい試合だったもんね。柳川翔の、はい、まあ、チーム自体ね、あの最初からバッターのバスターの構えして、ちょっとそうなんですよね、あのバスターの構えして柳川翔をずっとやってたんですよね。だからその攻め方からすごく警戒感はあったのかもしれませんね、やっぱりね。でその前守るのはその時初めてだったのかな、地方ではなかったかもしれないですね、地方大会ではね、初めて甲子園で捉えたのかもしれないね。だからうちの選手もびっくりしたのかもね、最初からバスターでこう来たんですよ、何人か。あの、普通に構えないでこう、ね、引いてこう打つ方法を取ってたから。それでその引いて打つ方法は、地方大会であったんですよ、1チーム。あの、三振を取られないっていうんで、みんなこうやって最初構えた、バントの構えから打つっていうね、やったチームがあったんですよ、地方大会、どっかのチームは。それ2回目だったんで、それはびっくりしなかったんですよね。でも前守るの初めてだったから、柳川はね。いろいろ研究されてたんだと思いますね、監督さんがね、柳川のね。じゃあここで、視聴者からの、はい、最近なんかすごいいただきますね、はい、ありがとうございます。アーム投げ、やり投げは肘の負担は少なくても肩に大きな負担はかかりませんか。ね、これはあのフォームっていうのはその人がこう最初にボールを投げてみなさいっていう時に多分投げた感じが、まあ、肘から投げる人はこう投げますよね、アーム投げってこう投げますよね、それはその人のこうなんていうか腕のこう感覚の一番いい感じをやってるので、直すの難しいんですよ。あのその人の持ってるそのフォームっていうか大業務もそうなんですけど、大体一回振ってみなって言って振ったフォームが大体その人の基本になるフォームなので、それを直していくっていうのはものすごく難しい、体の体型だとかバランスとかいろんなことがあるので、多分その人が一番合ってるやり方をやっているので、特に野球を続けてる人はそれが一番合ってるので、今から直すっていうのは非常に難しくて、あのフォーム直して大成功したのは斉藤投手って巨人の斉藤さんが、まあ、上から投げて非常にコントロールがあんまりつかなくてスピードもなかったんで、藤田さんがあのスリークォーターにしてすごい大成功した例なんですけど、それってあの腰の回転見て藤田さんが直されたんですけど、すごくそういう意味では難しい、その人が最初にやったフォームで一番合ってるのが一番あのスムーズにいくものなので、なかなかこう直すのが難しいんで、これがそのアーム投げって言われるものがダメかどうかっていうのはすごく
難しいですね、うん、その人に合ってればそれが一番いいって言うしかないので、あの違っているというか直すというのはちょっと難しいというのが答えだと思いますね。その怪我のリスクっていうところだとどうですか。だから、まあ、少年野球とか中学生とかっていうのを直される監督さんは多いと思います、うん、あのまあ、肘から出てってこう投げたらスムーズに見えるし、あの負担が軽いっていうのは事実だと思いますけど、その肩から投げることに肩が、まあ、その強さがあってそれに合う人はあのそれが一番合ってることなので、あの直してあげることがいいかどうかってすごく難しいことなので、これはあのこの間もちょっとあの話の中で出たんですけど、その先発型とリリーフとどっちがいいですかっていうのはちょっと言葉が足らなかったと思うんですけど、その人を見てやっぱり決めていかないとすごく難しいんですね。抽象的にこっちがいいよっていうのは難しいことなので、それはなんか一概にこれこっちがいいとか悪いとかっていうのはちょっと私は言うのは難しいなと思ってるということですね、はい、だからまあその人の最初に投げた方が一番その人に合ってるというふうに思っていただくのが一番いいかなと思いますので、はい、今日もあの、まあ、変則と言っていいんでしょうかね、最後のこう守備の高校野球で非常に面白いシーンがありましたけど、私も経験があったり、それからいろんな投げ方とかいう話が出ましたけど、非常にこう面白い話をいただいてありがとうございます。野球っていろいろまだ分かんないこととか、難しかったり面白かったりすることもいっぱいありますので、ぜひ何か意見ありましたらいただけるとありがたいと思います。よろしくお願いいたします。